Thank you.
まず今年の霊所の課題が延年寿命流しと、ね、非常におめでたい言葉でお正月にぴったりだと思います。そして私が今回は霊所を書く担当になりましたので、そしてまたこの5文字は霊所として非常に書きやすい、ラッキーだなと、この担当になってよかったなと思ってます。であと霊所はですね、まあ霊月の課題で何回も出ますけども、やはり、情報で逆流平出、そしてどちらかというと時計を扁平にして、やればおのずと霊所になります。造法と破卓扁平、それから字と線と線の間が等間隔にしていくとまず間違いないですね。まあそういったことを、気をつけて書きました。そして、やはり5文字1行ですけども、作品にするとやはり墨量の変化というのが書の作品では立体感を出すので非常に大事ですので、ここでは非常に墨量を多くして、でその次少し少なくて、ここではちょっと後半でかすれて、そしてここでたっぷりつけるというのが私の最初の狙いです。まあ、そういうことで、あとは隷書ですので、ほとんど字幅は同じです。でただここに元旦支出、そして落款が入りますので、左へあまり出すとこれが苦しくなりますので、やはり破卓中心に、全部破卓のある字ですから右へ、働きかけて、で落款をちょっとたっぷりするとバランスが取れると。で私はこれを思い切って伸ばしたのは、やはりこっちの余白が少し空いたなと思って、あえてこれ伸ばしました。そんなことも書きながらやるのもいいかと思います。あとはね、全部破卓がある字ですので、墨がついてるとこは硬く、こういうふうに硬くすると強くなっちゃいますから、案外楽になってありますね。で墨がなくなるとちょっと硬くなります。でここは最後ですから、ちょっと軽妙にというか、あまり重くならないので。であと隷書でよく月齢なんかで見て、とにかく喪失はゆっくり、そして短い横線は急性期のようにガツンと止めない、長い横線の長い横線のこのここをプツッと切ったという状態で、するとここは止めない、そうすると短くても伸びがある、で破卓だけは思い切って伸ばすということをやると、案外こうきちっと止まっちゃって、だから途中が早いとここが止まっちゃうんですね。ゆっくり運ぶとここは楽に筆をスーッと持ち上げられる、そういうことだと思います。あとは一行の作品はとにかく中心を通すということです。で中心がこれ、円が中心がここ、年が中心がここ、ことぶきがこっちっていうふうにしちゃうとガタガタしちゃいますので、とにかく中心を通して手足で少し遊ぶっていうか、バランスをとると、そういうようなことを考えてやったらいいと思います。まあ元旦支出がちょっと大きかったかなと、まあ年がこの辺がちょっと右の方に行ってますから、支出を自然を大きくしちゃったんですけども、元旦支出がちょっと大きかったかなというふうに思います。まあ、とにかくちょっと大きめの筆を使ってたっぷり、豊かな一年がになりますようにという気持ちでたっぷりと書くといいと思います。以上です。